ケイと やばい。お疲れ様でした。チャンネルだ。いった。おお、いった。やばい。よっしゃ、30枚行く。いいタイミング。よっしゃ、40枚行った。今動画見てもらった通り、今月8月は1日から31日まで毎日2本投稿します。この2本投稿って言ってもいつも俺ショート上げてるから、ショート動画2本投稿するやんって思われるかもしれんけど、ショート動画1本と、あと通常動画、この横長のね、この形の通常動画1本、この2本構成で毎日行こうと思ってるんで、まあ1ヶ月なんで 31×2 の63、62本出ると思うんでね、皆さんそれを楽しんでもらえ、それなんでこの2本投稿するかっていうことやねんけど、もう3年ぐらいかな、この活動を始めて、さっきの動画でもあった通り、正直、友達にね、すごいバカにされるというか、その、俺の友達ほんまにいい人ばっかやから、ほとんどおらんねんけど、そういうなんていうかな、ほんま一部おったわけよ、売れてないんやから、やめたら。ってこう言ってくれた。これほんまよってこうやつ、おったりとか、だから元相方おるんやけど、俺その元相方が、なんか言うとったんが、実はその裏で、相方と俺高校は違うから、地元は一緒やけど、高校の友達とかに、もうなんかもうそんなあんなやつとなんか YouTube まだ YouTube やっとんみたいな。YouTube やるのやめたらみたいな。おもんないし、みたいな言われとったらしくて、俺がメインでやっとったから、相方は手伝ってくれるみたいな形だったから、そういうことを言われとったりしとったらしいんよ。そういうのもあって、やっぱ見返したいという、そういう気持ちもあるし、何より、登録者100万人、そしてヒカルさんとコラボしたいっていうね、この夢に近づくこの夏にしたいとも強く思ったわけですよ。100万人のもう、半分だって50万は。知ってるみんな。そこだ、もうこの夏に行かんくてどうするんやと。もう、絶対この夏、絶対行きたいわけよ。やっぱそういう、いろんな思いがあって、この夏ちょ、日本投稿しようっていうことに決めたんやけど、いろんな思いがあるうちの、自分のことで言うと、大学を辞めてまでこの YouTube をやってるわけで、大学中退して、2年生、あれ何年生わからんぐらい、もう中退してやってるわけで、今今年22の代で、正直この選んだ道が正解かどうかってやっぱ不安なわけよ。俺はもう自信を持ってこの世界でやっていけるっていう感じで来たけど、やっぱ親とかさ、友達とかもさ、あいつどうなるんやろみたいな感じで見られるわけやん。ワクワク。やっぱ自分もこの道がもう正解やと証明したいわけよ。やっぱそういうなんか俺をバカにしてきた人もおるし、やっぱ心配してくれてる人もおるから、この俺が選んでこの道が正解やったとこの証明するためのやっぱ結果を出すっていうのが一番わかりやすいから、自分に証明したい、一番それを間違えてないぞと、お前の人生、ここでお前はこの場所でこの YouTube という場所で輝けるんだぞということを自分自身に言いたい。お前や俺や、50万人バーンと言って、やっぱりこの道間違えてなかったなと、もう後悔してないけど、今も別に全然してないけど、やっぱりこの道やなっていうのを再認識して、もう100万人にこう近づいていきたいという意味で、この夏もうギア入れて、もう正直横中の動画全然作ってこんかったし、全然再生数回ると思ってないんやけど、一人でも多くの人にその動画見てもらって、俺の動画を見ることを習慣にして、楽しんでもらえたらこの夏は嬉しいかなと思ってるんで、ぜひ皆さん動画1本でも多く見てくれたら嬉しいです。お願いします。いつもはふざけた動画ばっか出してるから、こんな真面目なこと言われてもなんかいきなり何やこいつみたいな感じで思われてるかもしれんけど、これが本音。この夏俺がこれだけの思いをかけてもう今準備してきたから、7月もう8月もバリバリ活動していくし、見といてほしいな。ほんまに俺がこのトップ YouTuber っていう、100万人以下もトップ YouTuber みたいに言われるやん、トップにこう近づいていくこの姿を見といてほしい。目に焼き付けてほしい。もう来年には行くで、100万人。今年って言わんのかいって感じだけど、今年はどうやろうな。できるところまで今年も行くから、この夏も引き続き応援よろしくお願いします。ってことで、明日から、今日からやけど、今日この動画とショート動画1本上がってると思うけど、明日以降もね、30日連続で2本投稿、ショートと通常動画上がっていくと思うんで、皆さん見てください。次はこの銀じゃなくて、金を取れるように、この夏、
大きく夢に近づけるように、まあ、あと一つな、ちょっとな、まあ、どうしても頑張りたい理由というか、なんでここまでこう日本投稿してまでこう頑張りたいかっていう理由が一つあるわけよ。もうこの活動をほんまに頑張りたい理由、 YouTube を、それはちょっとおいおいまたなんか別の機会で、まあ、結構先になると思うけど話したいことはみんなにあるんやけど、まあそれが一番でかい俺が頑張りたい理由やねんけど、まあいろんな気持ちがあってこの YouTube をしてるんで、皆さん金の盾もらえるように僕も頑張るんで、皆さんも応援頑張ってください。おかしいな、応援頑張ってくださいって言いかけた。気楽に動画見てってくれや。じゃあな。